人気子役、三浦キラ、キラ、11、が NHK 大河ドラマ、光る君へ、日曜後8、0、で2年連続大河出演を果たし、注目を集めている。繊細な泣きの演技で、天才子役、との呼び声が高い三浦は、昨年の大河、どうする家康、で織田信長、岡田純一、の少年時代をはつらつと公演。 吉高由里子、36、ふんする紫式部の人生を書く今作では、江本佑、37、演じる藤原の道長の長男、たずや後の藤原の寄り道、に挑んでいる。2年連続の大河はオーディションでつかみ取り、連続でできる。よっしゃあって、と小学5年生らしく大喜び、江本からアドバイスをもらったといい。 ここは間を空けてくれる。って優しく教えてくださって、やりやすくなった、と、父、からの金言を胸に奮闘する。今年は1月期の日本テレビ系、厨房のアリス、4月期の同局系、悪魔、ゲーム悪魔ゲーム、放送中のテレビ朝日系、南くんが恋人、などすでにドラマ5本に出演する活躍ぶり、現場に行ったら、 すぐに切り替えられます。台本も一度読んだら覚えちゃう、と天才肌な一面を覗かせる。憧れは平、聖、ジャンプの山田涼介、31、昨年の TBS 系、王様に捧ぐ薬指、で山田扮する御像師の幼少期役を務め、髪の毛サラサラだね、って触ってもらえた。恥ずかしくて顔が見れなくて、 見ればよかったって後悔してる、と念願の初対面にドキドキ。山田さんみたいに主演を張れる俳優さんになりたい、と先輩の背中を追い、キラキラ、光る未来へひた走る。服部と美ひろみ。